一枚でさらりと風通しよく、厚手で透けないからちゃんと主役になる。この T シャツを着て自由に戻る。混じり気のない白で爽やかに、胸のささやかなポケットが視線を上に引きつけスタイルアップ。この T シャツを着てゼロに戻る。コットン 100% 安心の日本製。大人のための洗練された高級感。大人品質の T シャツで僕は少年にいつでも戻ることができる。はい、ということでね、ポカリの CM みたいなやつ、爽やかなやつ見ていただいたんですけども、いかがでしたでしょうか。今回T シャツということなんで、それぞれこう皆さんがね、T シャツ着はる時って、やっぱりガシガシ着たい時とかっていうのもあるんやけども、ちょっと大人っぽく着たいとか、質のいいのが欲しいとかっていう方もね、いらっしゃるんかなということで、大人のために作った T シャツということになってます。ちなみにちょっと喉が荒れてますので、今、アメちゃんの中でね、喋ってるのがお許しください。ちなみにね、これ見ていただきましょう。僕の今サイズ、これ L サイズで着用してます。で、後で言うんですけど、少し着丈をね 1.5 センチから2センチほど長くしてます。これにはちょっと原因があるんやけども、こんな感じが、L サイズの着こなしかなと思います。特に時計とか何もつけてないですかね。これがポケットありバージョンで、なしバージョンもあるんですよ。なのでこれはポケットありなんですけど、次じゃあなしバージョンのね XL を着てみたいなと思います。サイズ感はねもう一緒なんで、ただポケットがあるかないかだけの話なんですけど、で、ね、XL 着た場合はこんな感じですね。少しちょっと肘の近くまで行くような感じになってるので、ゆったり着たい方とかやったら普段のワンサイズ上、普段 M 着てるんやったら L とかでもいいかなと思いますし、僕普段ね L ばっかり着てるんやけども、ちょっとゆったり着たいよっていう方はね、こうやって XL というかワンサイズ上に上げてもね、ありかなと思いますが、ちなみにこれはポケットなしバージョンですね。これは値段どっちも変わらないんで、好きな方をね見ていただければいいかなと思うんですが、じゃあどういったね特徴があるんですかっていうところをねまず見ていただきましょう。ズバリ言うとね、肌触りの良さをねとにかく体感してほしいです。っていうのもね、 T シャツにね、例えば今回1万円とかね1000円とかいろんな差があるじゃないですか。いや、たかが白 T になんでそんな違いでんのっていうのがあるじゃないですか。それはつまりね、肌触りの良さが全く違うんですよ。でこれパーって見てもらったら分かるけど、このなんて柔らかそうなこのふわってしてる感じあるじゃないですか。でこの着心地ってね、全然服興味ないねんっていう人でもね、パッと触るとあ全然ちゃうやんって分かるぐらい違うんですよ。なのでね、この木箱に入れてね送らせていただくじゃないですか。でパカッて開けるじゃないですか。で触ってみてください。あほんまにちゃうなっていうのを多分体感できると思いますので、なんでそんなちゃうのというと、こういった糸ってね、色細かい糸をつなぎ合わせて作ってるんですけど、これが長ければ長いほどいい糸なんですね。で短ければ短いほどつなぐ工程が多いので、どうしてもこうチクチクしてきたりとか着心地があんま良くないかったりするんやけども、こう長かったら長いだけこうしなやかにドレープ感が出てきたりとかするっていうことで、これはその長い蝶々面っていう糸を使われてて、その蝶々面の中でもねいい生地を使ってるので、そんだけたかが T シャツなんですけど、あ確かになんかこう安っぽくは全然ないなって思うじゃないですか。そりゃそうなんですよ。なんでかってね、僕この生地屋さんでこの生地に惚れ込んでこれ使いたいって言って始まった企画なんですよ、これがね。でこれのロンティーバージョンがあったりとか半袖があったりするんですけども、元は何っていうと、この生地を見つけてどうしてもこれで作りたいっていうところから始まって、そっからじゃあサイズどうしようかなって、こんな感じでちょっとゆったりも着れるけど普通ぐらいにしようかなって、サイズ感とか2の次はっきり言ってそんなことどうでもいいけど、とにかく素材にこだわるってなったりしたらもうこれやっていうことで、まずこの肌触りをね感じていただけるんじゃないかということですし、あと女性の方と一緒に乗ったりとかしてもパッと触ってもあ確かに全然ちゃうなって、女の人うんちくなんかどうでもいいんですよ。そんななんか単面か蝶々面なんか男しかそんなもん興味ないんやけども、女の人が触ってもあ確かに違うって分かるぐらい全然違います。でこれねもうすでに購入している方いてるんですけども、その方はね首が折れるほど今うなずいてます。そうそうそうまさにそうやねんって言ってくれてると思うんですけど、それぐらいもう一度で僕は惚れ込んだ生地を採用してるということになっておりまして、で次は何かっていうと、肉厚にしてるんでこう白 T の時の問題ってね1枚で切れない。なんでかっていうと TKB っていうのがねこの辺にちょっと映ったり薄く映ったりしますよね。この TKB っていうのがどうしても肌着感が出てきたり、こう薄いやつやったりしたらちょっと汚いとかね清潔感がないって思われたりするんやけども、でねこれはね8オンスで作ってるので、8オンスで大体どれぐらいいいっていうと、普通にこれ1枚で着てて透けることはないっていう感じですね。でユニクロとかが大体6オンスとか5オンスとかそんな感じやし、あとチャンピオンのね T シャツとか T1011 っていうのも分厚いんやけど、あれでも7オンスとかぐらいなんで、それ考えたら8オンスって結構分厚いっていうのがね分かっていただけるかなと思うんですけど、そういったちょっと肉厚に作っておりますよと。要はヨレヨレになりにくいというか、あんまそういうのをね僕は着たくないので、そんな風には作ってませんということですし、あとはね最後もう一個ちょっとうんちく語らせてください。これね生地作るのに2ヶ月かかるんですよ。インドからねその綿を引っ張ってきて、でその綿を引っ張って紡績って言って糸にしていって生地にしていってっていう工程があるんですけど、それをするためだけにもう2ヶ月かかるんですよね。だから今現時点でちょっと S とかも完売してるんかもしれないんですけども、その完売してる分とかは次作ろうと思ったら生地上がってくるの9月とか10月になるんですよ。そっから作ってもね、誰が半袖着んねんって、11月に誰が半袖着んねんって感じじゃないですか。だからもう今回はこの今作ってる分だけにして、まあ、もし来年できそうやったら来年もまたやろうかなっていうふうには思ってるんですけど、なんで今売り切れの分すぐ作らんのっていうお声いただくんですけどね、そもそもインドが引っ張ってきたりしたらもう時間かかるんですよ。だから作りたくても作れないっていうのがね、まあ、僕のせいではないか、誰のせいかわからんねんけども、まあ、申し訳ないなっていうことでね、作らせていただきました。ただとは言いながらも、蝶々麺は蝶々麺のデメリットってあるんですよ。でまあどんなデメリットがあるかっていうと、最初も言ったみたいに着丈あえて長くしてるじゃないですか。なんでっていうと少し縮みがあるんですね。で蝶々麺ってこう長い分縮みがねキュッてこう出やすくなってるんですよ。で短い糸ってそもそも短いから縮んだんかどうかわからないけども、長い糸ってどうしてもこう縮んだっていうのが見えやすくなるので、こう蝶々麺を使ってるっていうデメリットをね、まあ、カバーしようと思ったら 1.5 センチから2センチぐらい長くしておけば横に縮むことはないんですけど、縦は縮む可能性があるので、まあ、これやったら縮んでもらってもね問題ないんかなということで、あえてちょっと作りを長めにします。なのでこうやってエクセルとかやったらこう手上げたりとかしてもね、お腹がこう見えないような感じになってるんですよ。それはねやっぱ去年がねちょっと普通に作っちゃってちょっと縮んだ時短かったんですよ。だから今年はちょっと長くしようということでこう長くしたっていうのもあるし、あと白色の白をねもうちょっと出したいっていうことで染め直しを何回かしてるんですよ。でもう真っ白になるようにっていう風に作ってるんで、もともとちょっとインドの糸自体がちょっときなりが上がってるんですよね。だからきなりが上がってるのがちょっとあんま好きじゃないので、もう真っ白に染め直したっていうことで、まあ、そういったちょっとこだわりはいろいろあるんですけども、まあ、そんなことになってると。だからどんな人におすすめなんていうと、まあ、とにかくやっぱ着心地のいい T シャツちょっと着たいなとかね、まあ、普段はそのガシガシ汚れてもいい T シャツなんだけどちょっと品のいい感じ、これとかやったらまさにこれでスラックス履いたりしたらデートとかもいけるじゃないですか、ね、ちょっと時計パンってつけたりしたら T シャツやねんけどもなんかこうラフすぎ品というかまるでシャツを着てるようなね感じになるんじゃないか、ちょっとうまいこと言われましたけども、まあ、そんな感じになってるのかなっていうことで、まあ、着心地の良さとかこうふわふわ感とか、あ今日はこれを着てね特別な日にしようみたいな感じの時にね着ていただければ嬉しいかなと思うし、まあもちろん日常着ていただいてもいいんですけど、まあ僕が作ったイメージとしてはそういった休日とかね奥さんとこうデートする時とかに、まあいつもちょっと汚いヨレヨレの T シャツで嫌やからちょっとピシッとする時にね、まあパンツなんか別に黒のスラックスパって履いときゃええんやけども、上じゃあどうしようかなってなったらシャツもないし T シャツもヨレヨレやし丈も短いしってなったりしたら、あこんなんちょっと1個パッて着とったらねそれっぽい感じになってくるからええんかなっていうことでね、本日作らせていただきました。そしてオープニングのポカリみたいな CM もね皆さんどうでしたか、またコメント欄で教えていただければいいかなということなんで、まあ年も言ったみたいにもうなくなり次第もおしまいで、また来年作れたら作りたいなと思うので、まあ、ない場合はねまた来年楽しみにしていただければなということで、本日はですねオリジナルのスピンコットンの T シャツを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。